きたいけど。惜しい惜しい。ちそこジャンプでいけるらしいですよ、クーさんが言ってました。おい、あやっよかった、いかなくて。あーパパ無理だと思ったんだよな。死んだじゃん、お墓から復活したよ。もうそういうのやめて、危ないんだから。なんかそのどこもだってさ、あれだよ、あのもうリスポーンできないところあるかもしれないんだから。さすがにここでリスポーンできなかったら、僕らが幽霊で裏出てくるのか。相当なんだよ、読みすぎだよそれは。裏を読みすぎ。ココスさんいなくなっちゃった。お墓がもうどこかわかんなくなっちゃった。どこにあれ、まだ明るいところあるわ。ちょっと待ってください。今で18分ですね。そうそう、あ、いたいた。まあ、ちょろっと走ってた。いい感じかな。待って。ほら。あ、すごい。おい。おい。やめて。殴らないで。うぜえ先輩みたいなやつやめて。肩パンするから。えいっつって。やめて。ここほら明るくないですか？あ、ほんとだ。なんか。ここなんか街灯みたいなのある。あれ、名店、名店。提灯もある、提灯もある。名店じゃねえ、あれ。名店？うん。刀。キラキラしてない、これ。え、なにこれ、ほんとになんか。上から行きません？なんか、何？気持ち悪い。変じゃないあれ。あれ刺さるんじゃない？二人とも 1.9 のマイクラやってないのかな。ちょっと待って、あれ欲しいんだけど。いや、まあまあまあ。まだ上ありますか？ほら、こっから。ここ行きます。行ける？行けねえか。あ、汚れた手記あった。あ、ほんとだ、ほんとだ、ほんとだ。あー、俺狙われた。死ね。浮島に行く方法が分かったぞ。でっかい鳥の内側に黒いものが出ている時にくぐれば、島にあっという間についてるらしい。なるほど。つまり、でっかい鳥の内側に黒いものが出ている時にくぐれってことですね。そうだよ。そう書いてあるだろ。ほら、書いてあるだろ。この幽霊たちは一体何者なんだろうね。島に取り残された人の怨念かな。あ、いやー、あ、馬車多分乗っちゃダメだよ。それ赤ちゃんも泣くわ。乗っちゃダメだよ。ダメかな。ダメか。あ、違った、気のせいだった。何でっかい鳥居っていっぱいありません？ほんとだ。なんなら鳥居だらけなんですけど。もやが出るやつじゃん。これ鳥居が壊れたやつかな。これ先ほどです、ね、ケンジ君とフェさんが使った鳥居ですね。じゃあ黒いモヤが出るやつ探します。まだあんのかな、もしかして。あ、でもちょっと待って、そっちの鳥居さ、明るくない？なんか怪しいですよね、ここの鳥居が。やっぱ明るいで燃やるかな。まだ一軒残ってるね。あ、食べてるか。飯食ってた。あ、でも行けないわ。あー、じゃあダメなんだ。まだ条件を満たしないんで、僕らきっと。でももう暗いですけどね。だいぶ暗いよね。ちょっと待って、これ。まあ探索しない家あんのかな。ありそうですね。こっちかな。うわ、怖っ。迂闊に橋に近寄れない。わあ、もう、あ、ダメだ、僕らの悪い癖が出てるわ。何？バラバラにすぐ動いちゃうの。博士さん探さない。いや、そうでもないけど、さっきの組に比べると。何？そっちか。なんか、あります？なかった。壁があった。この場、粉々になってる家とかヒントあるんじゃない？あ、これでも入れない、ここ。やっぱ明るいとこのみって感じですよね。うん。でも、あの、入る方法明確に分かりましたよね、あれで。うん。でも鳥居が取れた。8分のいくつが出るから8個あるんじゃない？うわー、全然数えてなかった。8分、でもね、何個？ある、博士、あのほら、提灯ついてるあっちに。どれ？あの家見に行きましょうよ。どこ？一番お墓の前の。もうここ散策しなかったの？我々。そうですよ。そうですよ。おっていうわ、早。逃げろ。僕じゃないです。逃げろ。外の空気が変わった。
あ、これで全部なんだ、きっと。随分昔ここに迷い込んだじいさんが言うには、特別なお札を門前の井戸に投げ込めば門が開くらしい。特別な何？お札を門前の井戸に投げれば門が開く。はあはあ、これヒントやで、覚えとかないと。僕御朱印2個あるんですけど、御朱印じゃダメか。違うと思う、無駄じゃねえから。多分これでいけんのかな。もやでもこれで外の空気変わったんだから、なんか絶対なってますよね。なってますかね。あ、なってますね。はい、もやある。なってますね。え、もやあるよ。うわ、ほん、え、なんか思ったよりもモダンなもやがかかってますね、なんか。いや別にこれはもやがこう一つ、これ、え、ちょっと待って、これランダムってこと？え？うわ、そういうことですか？え、ちょ、絶対勝手に入っちゃダメだよ、わかった。なんで？いや、そんなんダメでしょ？なんか、むっちゃ鳥あるやんけ。あ、でもそれぞれのなんか場所がなんか、それぞれの建物の先を示してる感はあるような。これ行く、博士さん。マジで。じゃあ気軽に選ぼうぜ。そうしましょう、そうしましょう。じゃあ近いやつ。ほんと気軽だな。これこれ、近いやつ。これにしよう。それいきますか。これにしようぜ。じゃあこれにしましょう。いくぜ。あ、ちょっとお腹が空いた。あ、めっちゃお腹空いてる。行きましょう。これでいけなかったら恥ずかしいな。レッツゴー！ゴー！あ！あ、ここか。これやばくないですか、この下のやつ。やばいやばい。ちょ、歯が出ましょう、出ましょう、歯が出ましょう。出れない出れない。え、なんで出れないのこれ。いや、これはやっちゃった。あ、これ詰んだね。これでしょ、空気の悪口言ったら入れられるとこでしょ、これ。そうだ、これ、これ、あ、これは詰んだか。詰んだかな。あ、違うわ、これハガさん、二人で踏むんじゃん、この。何を？横にあるじゃん。何を？ハガツマン。こっち。ハガさん、ほら、そっち踏む。ほら、やっぱり。楽勝じゃん。うーん。あ、え、何や、ここ。雨が降ってるんですよね、やっぱり。僕、よかったの、の下に入って。あ、撃って。うわぁ、もう、もう、氷落ちてる、拾おうと思ったら超やられた。真っ白い、真っ白い、痛い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 、真っ白い。え、なんで僕もやるんですか？なんか襲われてるよ。大丈夫ですか、ハガさん。逃げた。いや、危ない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 、逃げろ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 。あー、ほら、ラジオさん、ハガさんどこ行ったの？あ、死んだの？死んだの？いや、わかんない。なんかね、落ちた。うわ、落ちましてん。え、あ、でも生きてますやん、ハガさん。僕落ちてましてん。何言ってんの？え、落ちて大丈夫なんだ？え、わかんない。なんか、すげえルルルって感じで、あの、なんだろう、あの、某ラピュタみたいになんかふわってなった。そう、ちょっとやってみよう。先進むね。なんでやねん。あれでも貫通はないな。あ、ルル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 JR？ 違う違う違う。めっちゃ戦う、戦えてる。あ、博士さん後ろに可愛い子が。あ、こんにちは。私徹子って申します。こんにちは。私今年まで迷い込んだのね。うわ、キャラクターボイス博士さんなのが悔やまれるな。私あの主様に御用があるの。でも私が主様に会うことをよく思わない者たちに追われているのは主様かな。どうか私をこの島の塔の上に連れてってください。あっ、あ、ついてるついてる。めっちゃ気が散るわ。うわー、すっげーバタバタすんじゃんこの子。うわ、早っ。
何何これ受け渡しごっこできるのこれ、まあ、たとりあえずどっちかにつく、え、もう博士さんが持っててください。なんでだよ、お前が持ってよ。いや博士さん小物セツコ持ってよ。セツコ持てって嫌だわ。なついてるじゃないですか博士さん。いやいやいや、あなたになついてる。これ博士さんそっち踏んでください。そっち同じ原理のやつですよこれ。マジでほらよしよしよし、セツコさん行きましょう。セツコさん、セツコさん、何か何か起こってますか。セツコさん、うわーすごい、あすごい、セツコさんパワー、氷の道ができてる。セツコさんパワーですかこれ。うわー、セツコさんパワーすげえ。セツコさんパワーなんですか。きっとセツコさんパワー、すごいすごいすごい、バキバキいってる。オッケー、あセツコさんワープした。すごいセツコさん、ナビゲーターのセツコさんが開けるよ。氷渡りの靴、フロストウォーカーブーツだ。いただき。やべ、のんきにお茶を飲んでた。あれ一足しかない。いや、そっち待って待って待って。何？フロストウォーカーブーツ一足だけ？一足。だから多分これ協力して渡んないと。うわ。あ、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 いや、おかしい。いや、今のはおかしい。痛い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 。死因がわからないぐらいのあれでしたよ。なんなんちょっと、あ、ちんか、これすっごっ、わ、すごい。ちなみにお二人は盲目かかってます。すごいじゃないんだよ、なんか飛ばしてる砲弾みたいな、もうマジで誰が、何が飛ばした。あ、あれか、そして博士さん何でしたっけ、フロストバイトブーツ。そう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 、ってことは博士さんがあの水面歩くと凍るんじゃないですか。凍る、凍ってた凍ってた。で、僕がそこをダッシュすればいいんですよね。うん、そうそうそう。じゃあ、博士さんお願いします。行くぞー。わ、すごい。ちょ、どこに隠れんの俺ら。こっち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 。博士さん、こっち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 。おっ。オッケーオッケーオッケー。あ、まだある、まだある。まっすぐまっすぐ。まっすぐ。ちょっと HP の回復を待った方が良かったんだ、博士。まっすぐまっすぐ。まっすぐ。オッケー、オッケー、一気に、うわ、オッケーだよ。脅されるー、脅されるー、氷渡りのブーツ持ってない。大丈夫？どうするー？博士氏に戻らない。僕は行ってます。いけない。もしもし、どこ？ちょっと戻っちゃいました。ちょっと待ってください。戻りすぎー。戻っちゃダメだって。はあ、博士。戻っちゃダメだって。もうわかんないよ。いや、もう。足押し、あがめ、足押し、どここっちか、水を渡す。いけた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 、中を渡ればいい。戻るか戻るか、ああ、よしよしよし、危ない、もうちゃんとついてこないとダメでしょ。すごい音鳴ってるから、え、なんか上になんかさ、猛烈になんかいませんか。セツコがいる。いや、何か上見ます。これセツコじゃない。こんないかついんだ。セツコじゃねえな、これ。あ、ちょっと待って。やだ。置いてけ。置いてけって。置いてけってさ。置いてけの回だよ。博士さんがいなくなったよ。僕今せっちゃんと一緒にいますけど、あ、僕視界晴れたけど、晴れた晴れた、あ、せっちゃん強引だなぁ、もう